これあれだな、アチャミ撮影前に埋めてた説あるな、これ。怖い。やってんな、これ。あら、いけない、ダイヤったら来るよ。アレンジバージョンか。ダイヤつなかったね。なんか怒ってる。超圧力かけてダイヤモンドにしちゃうっていう。圧力かけるだけなら得意です。東海道新幹線でした。あ、そっちか。じゃあ大阪行って帰りだ。置いておいたらどうなの？超いいこれ。What？でもこれ磨かれた戦力眼ですけどね。あ、でも戦力眼1個につき1個だよね。これ多分4個で4個できるから、うん、確か。そうですね。数は変わんないかな。戦力眼掘ります？じゃあ戦力眼掘り？うん。戦力眼掘り。戦力眼を探さないやつは戦力外通告っつって。帰ろうかな。なんで？食べ過ぎで眠気が。なんで？口乾いてきた。鼻水が滝のように出だした。それって俺多分それ俺アレルギーだよね、ワッサン。もうそうなるとかもしれない。じゃあ鳥ちゃんの地下のところに集合です。あったと思って。違う違う違う、なに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 、俺が磨いてる、磨いてる、俺磨いた、や磨いたじゃん、ピカピカに。それはこれで勘弁してください。磨いてないんだもんこれ。これはそうか。そう、この白いのが戦力眼。今日のこのちょっと10分掘るぐらいでわざとこれ下落としとこう。みんなでやればすぐかな。集まるんじゃない？めっちゃ前暮らしてます。やべ、でもそろそろミニゲームを挟まないとワッツさんのモチベーションが下がる時期だからね。交流にしかない、これは。もう交流に。モンハンしましょう、モンハン。モンハンをやればモチベーション回復？うん、回復回復。俺戦力眼チャンピオンかも。今100個。今 俺最初に50個あげてますからね。じゃあその150はそれもそんな掘ってます。その代わり僕が1位だった場合君の命はもらっていく。重いんだよ、重い。トップなギャルゲーしてんのかな。もしかしてこの戦力眼競争も今生きてんの、その競争の話。競争契約すべてそれになるんでしょ。やば。でも多分圧倒的に俺が勝つよ。バーステンさんがでもなんか黙々とやるように。確かに今バーステンさん喋ってないからガチかもしれん。今いくつだろう。5スタック目ぐらいですね。やばーやばー。あーね、ホームページ見に行って。いや、かけてあるサイトに行かんと分からなかった。戦力眼、体を入れていく、体を入れていく。オフィシャルウェブサイト行っても書いてない。体を入れていく、うまいね、体を入れていく。フィジカルマイクラはフィジカルでやるんだよ。久々に来ました。フィジカルでやるんだよ。こっちね、上がっていくとね、すごいわ。何？めっちゃある、ここ。ここの右がすごいっす。ここ上がってって。いいのか、そんなに敵にいい場所を教えて。あ、いいっすよ。おいフルコースじゃないか、スケルトンとクリパーと。フルコース、ほんと。オールスターが揃ってる、そこ。おいって、そんな銀玉みたいなコテコテのツッコミ久しぶりでした。もう一回死んで繊維喪失しとると。耳っぽい音がする。だってワッサン、だって掘るアイテムがないもんね。うん、んアイコだけあるけど、れこれすぐ死ぬ。これすぐなくなる。すぐ死ぬから、ワッサンは。うん、見守っと。見守りです。司令塔の死は死ぬとか言います。司令塔の死は死ぬとか言います。久しぶりだよ、それなんか言われたことあるな、俺。懐かしい。ちょっと前だね。あれちょっと前だよ。いや、もう3年ぐらい前よ。そんな前だっけ。いや、前だよ。早いな、時間は。早いな。だってもういいですか、あともう50日ぐらいで終わるんですよ、1年が。やばいね、忘年会はまだ。忘年会の案内が来てない。待って、やったんじゃないの。やったよね、やったよ、ワッサン。これ今やったら忘年会やないや。確かに。切り返しがレベルアップしてるね、確かに。今やったら何だろう、秋の会。これは騙されんぞ、秋の行楽シーズンやろ。何個集まったか言おうか。あ、何個、そうだ、忘れてた。236。鳥市236。じゃあ先に言っていいですか、もう。いいよ。21個。あっ途中で死んじゃったからな、ワトさんは。うん、じゃあクミさんは106。
で、ソロさんは282個。おー、282。これは結果的には俺も自信あるけど、俺とバステンさんの一騎打ちか、もしくはチャミンが。バステンさんだな。いやでもまだチャミンがどれくらい集めてるかわかんない。チャミンがそんなに喋ってなかったから集めてるかもしれん。いやでも私もそうでもない。256。 256! SD カードかって。本当だ、ゴロがいい。じゃあ僕発表します。はいはい、395。おお、すごい、すげえ。バステンさんお願いします。はい、536。マジマジ、すごい、すげえ。バステンさん、それちょっとスクショ貼っといてください、そのディスコードに。見た、ボルデトーモのイラスト、すんごい悪者に描いてくれて。また見た、見た、貼って貼って貼って、見てない、見てない。ボルデトーモ。ティ。トリちゃんが言った、ティを。ティ。ちゃんとなんか傷みたいになっとるね。次の人。もう一つの方は俺見た方かな。これやばい。これはガチなんだよ。で、あとさらにワトさんがなんかちゃんぽん食べたいって言ったの、イラストに描いてくれた人が。ちゃんぽん？なんか激しくちゃんぽんが食べたいって言われて。ああ言うと、うわすごこんなバリすっとるやん。バリすっとるやん。めっちゃ食べたい。すごい、こんな書いてくれるんやん。あと俺がモノマネしたやつ。音楽しても結構その素材を待ってるから、何かこっちからポンっていって与えてあげると創作意欲が。なるほどね、やってくれたりするんだ。かわいいやん、満たされるって感じですか。それを書こうみたいな。イラストに飢えています。第2回鉱石掘り戦力眼対決はバーステンさんの圧倒的な優勝です。やったー、おめでとうございます。ゲームは何なんでしょうか。ゲームはね、ギャね、ギャル眼はやめない。スモーマン、スモーマン、あ、トモさんスモーマンやります。あ、スモーマンならスモーマンでもいいですよ。あれ難しいっすよ、本当に心折れますよ。トモーマンでしょ。トモーマンやる。じゃあトモーマンがやるスモーマンでお願いします。じゃあオッケー、じゃあトモーマン。アップルハウスの中にまだ戦力がある。持ってくる。嬉しいよ、ソラさん。あれを気に入って使ってくれてるなんて。本当。作ってる時に欠席してたから知らなくて、見た瞬間完全にも、うん、あ、もうこれ罰ゲームなんだと思って。まあ、僕はあるよね。僕はある。熟しすぎてるもん、色が。うん、リンゴってなんか、そう、なんかザクロ感が。まがまがしい。竹は伸びきっとるし。そう、竹止めたかった。上になんか雲の糸でも張れば止まるらしいね。いやーらしいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。せーので、次の動画もお楽しみに。バイバイ、バイバイ。オッケー。次の動画、次の動画になっちゃう。面白い。